それでは大変お待たせいたしました早速本作のキャストスタッフの皆さんをお呼びいたしましょうどうぞ大きな拍手でお迎えください渡辺満里奈さん山口勝平さん早見健太郎さん原作脚本の宮西達也さん総監督を務められた野中和美監督です。 まずはトロンの母、セラの声を担当されました、渡辺まりなさん、お願いいたします、えー、皆さん、おはようございます。 主人公のトロンの母、セラ役をやらせていただきました渡辺真理奈ですえ。今日はあの朝早くからあの映画館に足を運んでくださってありがとうございます。意外と大人の方が多いのにびっくりしたんですけれども、お子さんよりも。あの今日はトロンの成長物語、ワクワクのドキドキの冒険物語、最後まで楽しんでいってください。ありがとうございます。 続きましてトロンの宿敵バルドの声を担当されました山口克平さんお願いいたします。はい、えー、どうも皆さんおはようございます。えー、今回はですねあのー、主人公のトロンをですね、えー、ものすごくいじめる役でございましたけれどもねあのー、皆さん朝早いけど眠くないですか大丈夫ですか <laughs> 品川はですね今日明日とあのお祭りやってますからねあのー、こちらもですねそのお祭りに負けないぐらい盛り上がっていきたいなと思いますのでどうぞよろしくお願いします。はいありがとうございます。 続きましてプテラノドンの声を担当されました早見健太郎さんお願いいたします。あ、ありがとうございます。<laughs> はい、えー、皆さんおはようございます。早見健太郎です。えー、今回プテラノドンの声を担当させていただきました。えー、あの子供から 大人まで、えー、幅広い、えー、そうですねおじいちゃんおばあちゃん、えー、世代まで、えー、本当に、えー、皆さんで楽しんでいただける感動作品になっていますのでぜひ楽しんでいただきたいと思います今日はどうもありがとうございますありがとうございます続きまして原作脚本の宮西達也さんお願いいたしますはいおはようございます宮西です、えー、今日はあの6月6日は ジョージクルーニーの映画の初日です。はい、そのジョージクルーニーあちなみにですね。ジョージクルーニーの年なんですが、僕の4つ下です。はい、4つ下のジョ,ジョージクルーニーの映画を皆さんやめてここに来てくれたこと、本当に感謝いたしたいと思います。どうもありがとうございます。ありがとうございます。 えそれでは野中和美総監督お願いいたしますはいおはようございます野中ですえっ、ー、となんかずっと長いこと作ってたような気がしたんですけどもようやくこうやってみんなに見てもらえるになって本当に嬉しく思っていますよろしくお願いしますはいありがとうございましたそれではティラノサウルス君からもご挨拶をお願いします <laughs> はいありがとうございます 渡辺さんといえば二人のお子様をお持ちのお母様としてのイメージも強いんですけれども、はい、今回母としてこの作品の一番の感動ポイントはどこだと思いますか。いやー、言っちゃっていいんですか。あ、でもまだ感動ポらントになるので言わない方がいいですよね。<laughs> でもね<ヒ>本当はね、あ、でもあのー、感動ポイントあのー、やっぱりトロンがその。 すごく両親に愛されて周りの人たちに愛されて育ったんだなっていうことがものすごくよくあの分かって個人的にはそこが結構感動あだからドローンは強くなれたんだなっていうところがあの個人的には感動ポイントだったんですけれどもやっぱりあの母親の特に母親のやっぱり愛が。 強いところが場面が、ね、あるんです、そう言えないですけど、詳しくはそこがあのとても感動しましまた母の愛に、はいま、渡辺さんもかなりこう愛情を込めて演じられたということですよねそうですね、あのー、もう完全に息子とだぶらせてあの <laughs> ちょっと演じたんですけれども、息子に見せたたら泣いてました <laughs>、はいはい、ひょっとしたら皆さんもねちょっと涙がポロっとなるかもしれないですね。はいはい